岸田総理は異次元の少子化対策を掲げていますが、では子育ての現場はどうなっているんでしょうか。すすきのにほど近い24時間営業の保育園に密着すると、その課題が浮き彫りになりました。金曜日、多くの人が街に繰り出すすすきの。そこから1キロほどの場所にある認可外保育施設ペンタゴンです。生後5ヶ月から小学6年生までの子どもを24時間預かっています。午後5時半、普通の保育園ならお迎えの時間ですが、ここでは子どもの預かりのピークです。はい、どうぞ。保護者の仕事は様々。会社を経営してます。どんなお仕事？接客業です。週4、5ぐらい預けてます。すごいありがたいです。時間気にせず働けるので、4時、5時とかですね。子供を預けたらすぐさま車に乗り込み職場へ。ペンタゴンの利用者の一人、今井香織さんです。札幌でカレー店を経営しながら、一人で8歳の娘を育てています。すごい小さい頃から預かってもらってて、24時間やってて、飲食店なので、あの片付けとかで夜遅くなっちゃうこととかもあるので、私はすごい助かってます。保育園を運営する小向井佳音社長です。24時間保育園を作ったのは、自らの子育て体験がきっかけだったといいます。初めて子供を産んだ時に、身内も近くにいなくて、お友達もいなくて、育児で本当に疲れてたりとかした時に、預ける先が全然なくて、自分で保育園を作れたらいいなと思って作りました。子育ても仕事も共に大切にしたい、それは夜働く人でも同じ。この保育園が支えているのはそんな人たちです。しかし課題も。まず24時間の認可外は補助金も何もなくて、結局保護者が払ってくれる保育料のみで運営をしなくてはならないので、従業員の給料、子どもたちのおもちゃや教材費は系列保育園の売り上げや寄付でカバーしているのが現状です。しかし認可を受けると、保護者の中には自治体の基準を満たせず子どもを預けられなくなってしまう人もいるため、認可外のまま運営を続けています。午後7時を過ぎても子どもを預けに来る保護者は絶えません。すすきの近くの24時間保育園、午後7時、これから仕事に向かう保護者が子どもを預けに来ました。夜ご飯は10時半ぐらいに。はい、わかりました。バイバイ。すすきのでキャバクラで働いてます。今日は夜中の3時ぐらいです。やっぱちょっと私たちの生活に合わせて3時に1回起こしちゃうので、ちょっと夜型に近くなっちゃってる感じなのはちょっと申し訳ないです。夕食の時間は午後6時ですが、預かる時間によっては遅くに食事をとる子もいます。夕食後は子どもたちが大好きな自由時間。日を通して子どもが常に30人から50人いる中、保護者の送迎の対応もするため、先生方は大忙しです。
看護師で夜勤もやってたりすると普通の保育園だとちょっと間に合わないんですよね。こういうところがないとできないですね。午後8時そろそろ寝る時間ですが、保護者の生活リズムと同じ生活をしている子どもは夜型になっているためなかなか寝つけない子どももいます。午後10時保育士がなんとか子どもたちを寝かしつけました。お母さんたちが生活リズムが逆だったりするので子どももそれに合わせて入眠できるようになるべく生活リズムを整えられるようにしたり、やっぱりイレギュラーな保育でのこう登園が多いのでそれぞれの生活リズムで楽しく過ごせるような環境を作れるようには注意してます。やってることは認可も、24時間の保育園も本当に同じようにやっていて、保育士数とかもそうだし、そこに補助金を認可と同じように出してもらうことでもっと子どもたちが教育だったりとかお母さんたちの支援だったりとかそういうことにつなげられるので、そう願ってます。さよなら。今日は元気いっぱいだったもんね。明日で2歳です。あ、もう日付変わったからもう2歳です。今日2歳ですね。レナおめでとう。困っている保護者を救いたい、ペンタゴンの明かりは消えることなく今も子どもたちを照らし続けています。今回ですね、撮影しても良いお子さんを一つの部屋に集まってきてもらいましたので、実際はこのペンタゴンはもっと広さがあってお部屋もあって保育士さんの方も他にたくさん在籍しています。さて須田さん、働く親御さんにとってこの24時間の保育園っていうのは必要ですが、ただ一方で補助金がないというこの現実はどういうふうに捉えられますか？そうですね、岸田首相は異次元のその政策を取っているとおっしゃるなら本当に全部保育料をタダにするぐらいのことを考えてほしいですし、国がこうあるべき家族だけ補助するよみたいなことではなくって、もう全ての親御さんが安心して子育てできるようにならないと少子化対策にはならないですよね。そもそもモデルケースがね、昭和とか平成ではもうなくなっているので、モデルケースはまず変えなきゃいけないのかなっていうのと、で今回ペンタゴン取材して思いましたけど、保育士の人数は認可保育所と同じ人数で保育の質を保ってるんですよね。で逆に認可外だからこそ24時間保育ができていて、でこれに救われている人が実際いると考えると、多様な働き方が大前提で世の中の枠組みとか仕組みを逆にそっちに変えていかないと、今の目の前の問題解決できないんじゃないかと思うんですよ ね、 ですね。変わっていく時代に本来なら素早く対応しなければいけないわけなんですけれども、でまたこの保育園ではですね、孤立しがちな保護者同士が交流できるようにこういった夏祭りも秋さん行っているということで、すごい、なんかやっぱりこういうことってうっかり飛ばせば気がつかないじゃないですか、当人だとしても、ね、日々の忙しさがあったりとかそこまで気が回らないとか目が落ち着いていかないっていうところあるかもしれないけど、そこをやっぱこのペンタゴンさん俯瞰で見て、みんながこう、回るようにしてるっていうのはいいなと思いますね、すごく。小向井社長はですね、24時間子どもだけではなくって孤独な親を作らないという思いも込めて運営を続けているそうなんですけれども、ただ今のね、なんとか工面してっていう現状だとなかなかこういった施設は増えていかないと思うんですね。すぐに問題解決というふうにはいかないかもしれません。